大ヒットしたドラマの真似をするのんちゃんです。で、そしてですね、このチャリティーウェザーリポートきっかけに初めてリポートを送ってくださった方もいらっしゃるようです。こちらいただいております実際のリポートを見ていきます。昨日いただいていたリポートになります。静岡県富士宮市の方からいただいたリポートです。富士山だよ、快晴ね、といただきました。なんか人気な、ね、去年話題になったドラマのわかりますか、ドラムみたいな富士山だよ、快晴ね、わかりますかね、こう画面を見せてね、携帯を見せてこう副音声みたいな感じでね、女性の方が吹き替えをしてたということですけれども、一瞬ドラムかと思いました。え、似てました？え、できるかな？もしかして、モノマネのレパートリーに増やしたいなと思います、じゃあ。こちら、富士山の様子をですね、送っていただきました。昨日、とってもよく晴れていたということで、富士山、あ、そうだ、今日なんかちょっと、あ、また言われちゃった、やだ。白いブラウスに水色のスカートということで、富士山コーデ。今日一瞬思ったんですけど、まあ言われないかなと思ってきたら、まさかの富士山がですね、今リポートを送っていただきまして、富士の行きました。そうなんですよ。ね、あ、この後ちょっと立った姿でね、また富士のを拝んでいただければと思います。いやー、この快晴青空ということでね、より富士山のこの雪化粧した冬の富士山のね、美しい景色が、見ることできました。ありがとうございます。貴重なリポートですね。さあ続いて、北海道網走郡美幌町の方からいただいたリポートです。おはようございます。今朝の気温-18.3 度、今朝は冷え込みましたね、といただきました。いや、もう昨日も一昨日もだったんですけれども、とにかく朝の冷え込みが厳しいんですよ。一気にこう空気そのものが冷たくて、頬とかこう風が当たる部分がとても痛く感じる、そんな寒さだったんですけれども、寒いなんて言ってられないですね。この美幌町のマイナス18.3度を見たら、なんかこう我々まだ氷点下でもないですし、関東は、そう思うと寒いなんて言えない気がしますけれども、マイナス18.3度、冷凍庫より寒いってことですよね。ちょっと体験したことがないので、どのくらいの寒さなのか、ちょっとこう気になるところではありますけれども、ねえ、はい、もう数字でもあまり見ることがないですもんね。とにかく関東でね、こう朝冷え込んでて頬が痛いなって感じるくらいですから、マイナス18.3度、手とか頬とか本当に出しちゃいけなさそうですね。とにかく肌が出てる面積を少なくした方が良さそうな、そんな非常に寒い気温を観測しているということです。